FM Palalu. FM Palalu. Friday Brand New Cruise.さて、時刻は11時16分を回りました。水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオから公開生放送フライデーブランニュークルーズ。続いてのコーナーは週刊水戸ノート。このコーナーは毎週このスタジオに水戸で活動活躍している魅力あふれる人をゲストとしてお招きし、活動内容などさまざまな情報を伺っていく15分間です。出演ゲストは毎週水戸の魅力発信家がコーディネート。これまでも小学生から90歳以上の方まで水戸のキラキラと輝く方々に出演していただきました。さあ今日はですね、水戸市消防本部火災予防課の方を2人お招きいたしました。まずは阪神タイガースファンの、大津真一さん、そしてバイクが趣味の河原井豊さんです。こんにちは。間違いないですね。はい、間違いありません。お二人は、共に水戸市消防本部火災予防課で、大津さんが違反対策係長、はい、そして河原井さんが予防係長という役職でいらっしゃいます。はい、ね、その大津さんはその違反対策係長、普段はどういう業務が主なんですか？はい、私の担当しておりますのは、水戸市内の、消防用設備ですね。こちらの方の、未設置の対象物、はいはいはい、こういったものを対象にいたしました立ち入り検査、是正指導を行っております。茨城県違反是正、違反是支援アドバイザー、はい、はあ、河原さんが予防係長、はい、予防は何を予防されているか。火災に対してですね、地域の方に出向きまして、うん、まあ、防災訓練等々でですね、火の恐ろしさを伝えているような状況ですね。やっぱりこの今日なんかは、ね、雨降ってますけれども、空気が乾燥してくるとそれだけ火事が増えるんですか？やっぱ冬の方が多いんですか？はい、冬の方が、空気が乾燥していると火災になりやすい、ということになりますので、やはり火を使う機会も増えてきたりしますので、はい、多いですね。さあ、今日はですね、その水戸市消防本部火災予防広報、お話を伺います。じゃあまずは河原さんから、お話を伺っていきたいと思いますが、水戸市消防本部管轄の火災の状況からお願いします。はい、水戸市の火災なんですけれども、昨年は113件でした。で、今年は今の時点で80件ですね。で、非常に今年は火災が減少して少なくなっているのかなという傾向が感じられます。1年間ですか？昨年1年間で113件で、今今年は11月末の時点で80件ですので、かなり件数が減っているのかなという状況ですね。すごい減ってますよね。だってもうあと1ヶ月ですもんね。そうですね。ですからこの12月にね、多いわけですよね。でもね、そうですね。でもそれを考えても、今年はですね、少ない件数で済むのかなと思ってます。それは少なくなった要因っていうのははっきりしてるんですか？一般の方がですね、火に対しての意識っていうのがですね、やっぱり防災訓練等を通してですね、高まってきているのかなとは思ってます。さて、火災を起こさないために注意するポイントを教えてください。やはり火を使用しているときですね、その場を離れないというのが基本だと思います。で、また水戸の場合ですね、水戸というか全国的に火災の上位というものが放火と放火の疑いというのが1位ということになってます。で、それに対してのですね、対策みたいなのがあるんですけれども、そういうふうな対策の部分がですね、家の周りにですね、燃えやすいものを置かないというのがまず基本になるのかなと思います。家の周りに燃えやすいものを置かない、例えば、例えば古新聞とか、あとは家庭から出たゴミとか、そういうものですね。またゴミなどは決められた日にですね、出して、いただくというようなことでですね、やはりゴミ置き場のやはり放火とかそういうのも防げるのかなと思ってます。そっか、ゴミ置き場から出火すること多いですもんね。そうですね。最近は何でもかんでもね、通販で買ってしまうとそれだけ段ボールが増えちゃって、確かに私も最近もう
ね、昔はそうでもなかったんですけど、もういいやつってパソコンで買っちゃうんですけど、そうするともう段ボールばっかり増えてきますよね。すごい大きな段ボールにすごい小さいものが入ってたりとか、確かに昔と違ってお家の中に段ボールが増えた気がします。それもじゃあ、はい、ゴミ置き場に、まあ、段ボールの日じゃないけどいいや、あさってだしみたいな置いとくの良くないですね。はい、そうですね。あ、家の周りに燃えやすいものを置かない、これポイントですね。はいはい、他にありますか。あとやはりですね、放火されるというのが、あ、夜間とかやはり深夜ですので、うん、はい、やはりあの防犯灯みたいな感じですね、まあ、感じでですね、明るくするとか、 あとは門扉とか、そういうふうな部分にですね、しっかり施錠をしてですね、はいはい、やはり他の人が入ってこないような環境とか入ってきた時にはやはり明るくてですね、そういうふうなことで知らせるというのがいいのかなと思います。今あのホームセンターに行くと安いですよね、パッと感知してね、電気がつくやつね、はいはい、それつけておくだけでも違うということですね。はい、はい、さあそれでは大津さん、はい、ね、その11月24日先日ですね、はい、あの先週の金曜日ですね。そうです。立ち入り検査が実施されたということですが、はい、詳しく教えてください。はい、今回の立ち入り検査は、16年前ですね、東京新宿歌舞伎町で発生しました火災、こちらでは44人もの尊い命が失われました。また一昨年には広島県広島市において、多数の死者を伴う飲食店火災が発生してしまいました。うん、まあ、このような火災を教訓にしまして、年末の忘年会シーズンを迎えるにあたり、繁華街の類似した雑居ビルからの火災を未然に防止するとともに、出火時の被害を軽減し、市民の安全安心を守るために夜間の特別立ち入り検査を実施しました。あの16年前の歌舞伎町の雑居ビルではすごくよく覚えていて、私もよくあの忘年会なんかでね、はい、よくあそこ通るんですけど、火事になった後も随分あのまんまになってましたね。はいはい、あとあのゴールデン街でもね、はい、大きな火災がありましたよね。はいはい、さあその24日金曜日に、はい、これどのあたりを中心にどのような、検査だったんですか。はい、検査の範囲は、水戸市内の繁華街であります大工町、泉町、栄町、五軒町、こちらの方の雑居ビルの方を検査いたしました。今回はあの県内初の試みとしまして、水戸警察署、水戸保健所のご協力をいただき、三部局の合同で実施することができました。うん、水戸警察署と保健所と合同でやることっていうのはもう珍しいというか初めてなんですかね。これはい、県内では初めてです。市内繁華街において、一斉夜間立ち入り検査を実施して、何時頃からやったんですかこれは。夜の7時半から、うん、まず、まあ、セレモニーの方を行いまして、はい、8時から、9時半まで実施いたしました。はい、これはあの具体的にはどのような建物が対象になったんでしょうか。はい、夜間営業の飲食店などが入ります雑居ビル、こちらの方の、特に避難管理ですね、通路、階段、非常口といったところに、避難の仕様となる物件などが置かれていないかどうかなど、そういったところを厳しく検査していたまいりました。歌舞伎町の雑居ビルも確かに逃げられなかったんですね、物がいっぱい置いてあって、ね、はい、そうですね、そうですよね。はい、よくちょっとビジネスホテルなんかに泊まったりして、はい、裏からちょっと出ちゃおうかなって時にいろいろそのなんか洗濯物とかシーツとかが置いてあって、はい、降りられないなみたいな小さなホテルありますよね。はい、うん、そういったものがまあ対象になったりとか、そういったものが違反になってくるわけですね。その通りです。はい、さあ、検査体制ですが、今回は水戸市消防本部と水戸警察署、水戸保健所の、3班で行われ、何人ぐらいで行われたんですか。はい、総員70名ほどで行われました。はい、これ、実施内容をさらに詳しく、教えてください。はい、消防の方では、避難管理ですね、また防火管理体制、そういったものについて重点を置きまして、検査をしてまいりました。水戸保健所の方では、職員衛生法に絡みます立ち入り検査を行い、水戸警察署の方では、繁華街対策といたしまして、駐車違反の取り締まり、あとは客引きなどの注意喚起といったものを行いました。はい、さあそしてですね、これは11月24日の金曜日に行われたわけですが、はい、来年の4月1日から
新たに運用開始される、法令があるということですか。はい、違反対象物に関わります、公表制度というものが始まります。この制度は建物を利用する方が、自ら利用する建物の危険性に関する情報を入手し、利用について判断できるよう消防法令情報を公表する制度です。はい、ちょっと話戻りますが、その11月24日の金曜日に行われた、3部局合同での一斉夜間立ち入り検査ですが、検査したことによって、いろいろなものは見つかったんですか。はい、こちらの方ではですね、まず、消防設備の設置義務違反という対象物はありませんでしたが、その維持管理に関することですね。つけているけれども、はいはい、法令的な法定点検の方が実施されていない、または、一部、自動火災報知器などですと感知器がついていないところがあったりとか、そういったところが見受けられました。これ私が住んでるところもね、その一応はしごがあったりとか消火器があったりとかするんですけど、触ったことなかったりとか、はしごこの箱に入ってるけどどうやって開けるのかなとか、やっぱり事前に火事になったらもっとねテンパりますもんね。そうですね、パニック状態になってしまいます。はい、やっぱ実際にこうそういうマンション、自分で住んでるアパートなんかのことも知っておかないといけませんよね。そうですね。はい、わかりました。さあ、それでは大津さん、最後にですね、これからますます、火事ですとか、他に何かありますか。はい、はい、あ、ごめんなさい、じゃあ河原さん、はい、火災が発生しますとですね、財産はもとよりですね、人の命というものが、うん、危険になります。はい、で住宅用火災警報器なんですけれども、まだですね、設置されてない住宅等も見られますので、ぜひ設置してですね、設置することによってですね、煙等でですね、火災を早く感知しまして、うん、命が助かるというような事例も出てますので、ぜひ設置してない家庭はですね、設置していただきたいと思います。あと設置されてからですね、早いものはもう10年が経ちますので、はい、維持管理の方もですね、していただければと思います。さっきも大津さんおっしゃっていたように、つけてるだけで安心じゃなくて維持管理が大切ですね。あと使い方とかね、はい、皆さんの命を守るものです。まあ、車で言ったらシートベルト、ね、エアバッグと一緒ですよね。はい、じゃあ最後に大津さんから一言。はい、これからですね、空気が乾燥して火災の発生しやすい時期を迎えます。火の取り扱いには十分注意して火災を起こさないようにしてください。はい、皆さんね、今日伺ったことをですね、詳しくということは、お問い合わせ先は消防本部火災予防課違反対策係029-221-0644 029-221-0644 まで、お問い合わせください。本日は消防本部火災予防課から大津真一さんと河原井豊さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。FM Palaloon. FM Palaloon. Friday, brand new cruise.